大敗をする試合が非常に多かったんですけども、90分、しかも天然芝、人工芝っていう環境の中で、年間通してやれたっていうのはすごくこう1年生という年代において貴重な経験ができたんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、現に今の新チームに至っては1年生が半分以上占めているというところからするとやはりルーキーリーグのこの意義っていうのは非常にあったのかなというふうに思います。去年の、2018年度に関しては経験を積ませるっていうことに